はい。皆さん、こんにちは。ジョーチャンネルです。えー、今回は緊急動画ということで、えー、日本代表戦、ベトナム戦のメンバーが発表になりました。えー、まあ、メンバーを見ておっと思ったのが、まあ、三笘ぐらいですかね。まあ、三笘がやはりチームで活躍していて、えー、そこに対して彼の攻撃力、まあ、会見もね、ちょっと言ってましたけども、まあ、かなりやっぱり攻撃力があって、まあ、ある意味アクセントになるし、 まあ彼のやっぱり突破力というのはすごく魅力的だということで、まあただ、自チームでもね、守備をすごく頑張ってるし、彼はかなりね、いい経験をしているので、そういった部分ではちょっと今、森安ジャパンに足りない、まあ要素というのはちょっと少しね、なんかフックになるんじゃないかなという印象がありました。まああと、谷口とか、まああと、旗手ね、 選手も選ばれて、まあ、その辺はやっぱりこう、サイドの補強というか、まあも、長友は悪くはないんですけども、まあ、ただ、この後の世代を考えていくと、そういう選手も入れていかなきゃいけないのかなと思います。で、まあ、システムは、おそらくですけども、4-3-3でいくのかなという気がします。で、 まあ、ただ相手のね、まずベトナムは、やはり5バック、3、あ、5、3、2というシステムを組んでくるのが多いので、まあ、かなりやっぱり守備的になっていて、で、前もね、日本代表戦やりましたけども、まあ、1点差で勝ったという形で、非常にね、力をつけてきてるし、まあ、ベトナムはやっぱり有数年代から、長期にわたって育成をしてきて、まあ、そしてフル代表へ繋げるというような形でやってきてるので、 まあ本当近年力をすごくつけてきています。まあなので、まあそういった部分を考えると、まあなかなかこうね、圧倒的に勝ってほしいんだけども、まあ勝てない相手でもないと。まあただ5バックで、またはこう、中盤の3枚、まあ本当8人ぐらいで守ってくるので、そこをこじ開けるのはまあどんな ねえ、やっぱりこう、チームでもすごく難しくはなると思います。ただ、まあ、あとはやっぱりセットプレーでしょうね。一つ気になるのは。まあ、ベトナムは勤勉さがあって、非常にこう、動き回るし、体力もあるし、まあ、投手もすごくあるチームですけども、ただやっぱり高さ的には、十分日本が、やはりこう、優位に立てる状況なので、そのあたりを、まあ、どう戦っていくかという部分になると思います。 で、まあ、先発予想はね、ちょっとなかなか難しいけども、まあ、ただ、フォワードはやっぱ大阪を中心にね、考えていましたけども、ただ、えー、怪我をして、まあ、今月の3日の日に、まあ、途中出場という形でね、J リーグも行なしてますけども、まあ、ただやっぱり無理して大阪を使う必要がないかなと思います。まあ、そこに入れるのが、やはり古橋かなと。古橋はやっぱりこう、自分のチームでも、まあ、 センターフォワード、フォワードということで、プレイをしていて、結果も相当残してるし、まあ、引いてる、引いてくる相手に対して、本当一瞬の飛び出しだったりとか、その圧倒的な一瞬のスピードという部分を持ってるので、この辺は古橋でもいいのかなと思っています。で、あと、両サイドですね。まあ、やっぱり右サイドはまあ、うん、あんまりこうプレイでね、 コンスタントにいいわけじゃないんだけど、やっぱり一種の、まあ、突破力とかそういうと考えると、やはり伊藤淳也かなという気がします。で、左に、まあ南野選手。まあ南野選手はまあ、リチームでもね、結果をやっぱり少しずつ残してきてますし、まあコンディション的にも少し上がってきてるのかなと。まあ前回の代表招集の時はそんなに良くなかったんですけども、 まあ今回は少しこう調子を上げてきてるんじゃないかなと思うのでこの辺りがう,うまくいくんじゃないかなと、まあ、3人前を揃えるんじゃないかなと思います。で中盤に関しては、えー、やっぱり森田、まあ、いらないファウルをしてねピ、まあ、ファウルでオーストラリア戦ですねで、まあ、フリーキックになりましたけどもでもそれも決められてということで あればいらなかったですけども、ただやっぱり彼の、やっぱりディフェンシブ、まあそのボールを奪いに行く力だったり、セカンドボールの回収だったりとか、こういった能力というのは非常に優れているので、バランスを考えると森田でもいいかなと。で、横に並ぶのが田中碧。で、僕はまあ田中碧選手をずっと押しているので、彼のやっぱりこう、前へ向ける、まあプレーだったりとか、やはりこう横パスから縦という部分に関しての、彼のリズムの作り方とか、こういったのは、 まあ非常にこう代表にとってはプラスになるんじゃないかなと思います。で、アンカーに、まあえー、遠藤ですね。まあ、なので、この辺りがいいかなと思っております。えーまあ、そしてセンターバック、冨、まあ、安と、まあ、吉田麻也、ここはもう鉄板だと思うので、まあ、サイド、左長友、右酒井という形で先発するんではないかなというふうに予想します。 で、まあ、ただ、旗手とか中山とか、まあ、再度言いますしね。まあ、谷口も、まあ、招集してどう、どうかなと思いますけども、まあ、使う可能性だってあるし、うん、まあ、このあたりがどうするのかなと。であと、三笘ね、えー、は、やっぱり途中から、まあ、ジョーカー的な存在で使うんじゃないかなと思うし、招集したんだから、使った方がいいと思うね。よくあるのが、やっぱり、招集して使わないというパターンが、 結構代表になるとあるんですけども、まあこのあたりはやっぱり彼の今のコンディションとか、まあチーム事情、まあ、彼のやっぱりプレーの質って考えると、やっぱり招集したからにはやっぱり使った方がいいかなと思います。なので、ぜひね、えー、ぜひ人も使ってほしいなと思います。うんなので、まあこのあたりで、まあとりあえずは多分まあそこまで点数は離れないかもしれませんけども、 まあ2点差ぐらいで勝てるんじゃないかなと僕は予想してます。まあなので、まあこの辺をね、ぜひちょっと結果を見ながら、またどういった戦い方をしたのか、まあシステムとか、まあ人の使い方を踏まえて、またちょっとね、提言したいと思います。はい。それではまずはね、皆さん、ぜひいい結果で終われるように期待しましょう。それではまた。